はい、今私がいるところはですね、天神お月屋ピラモールっていう、通りですね、のあれなんですけど、ここからですねちょっとどっち行こうかな、どうしようかな、でも今日はね5月のね14日、あれですよね、ゴールデンウィークからね、あのあれ、日曜日で、今年のゴールデンウィークですね、すごくね、あの人が少なかったんですよ。ですから今日ね、それもね、お調べに来たんだけども、その日にですね、ちょっと天文館の様子を撮れなかったの。というのはね、あんまり寂しいね、天文館の様子を撮ってもしょうがないと思ったけど、撮ればよかったなと思った、今。寂しいは寂しいなりですね。現状をちゃんと撮っとけようかなというふうに思ってですね、気持ちを切り替えてですね、今日来てるんですけども、ここのが、ここ今まで歩いてきたところは人はほとんどいませんけどもね、これからいてほしいなと思う。ですから現状をね、この時間帯に、たまたま人がいないだけかもしれないし、逆にこの時間が一番多かったのかもしれない。そういうのを含めてね、あれで、編集なしのね、一発撮り、でいきますからね。だからちょっと画面が揺れたりね、ちょっとカメラをギュッて振ったりするようなところもあるかもしれませんけれどね。それはね、この現状を記録するという意味ですからね。こういう動画ってですね、例えばその時に限って人が多かった、その時に限って少なかったっていうのがありますけど、こういう繁華街の場合は、基本的にほら、なんですかね、多い時はもうこの辺りからずっと混んでますからね。ほんで問題はここですよ。映像的にですね、ここをまっすぐ行くと、なんだろう、望遠レンズで撮るとすごくいっぱいいるようだけど、行ってみるとそんなになかったっていうのがあったし、その逆もあるんですよね。その逆っていうのは、少なそうに見えたけど行ってみれば多かったとかですよ。そういうのもありますからね。それはね、もうそのままです。で、見てほしいのは通行人の多さじゃないんです。店の中にどれぐらいいるか、そこですからね。要するに国道10号線とか3号線、あの辺りは車はボンボン通るけど、ガソリンスタンドに入る車は全然いないって、それと一緒ですからね。ですから通行人が、多いからっていう、それだけでね、この店のね経営が成り立つかっていうと、そうじゃないですからね。こういう外国の方のからの旅行者を見るとほっとしますね。あれですよ、私は観光業にはあれしてませんけど、常識として一人二人の観光客がいっぱい来るところが強いですからね。こう一見天文館ここから見ると賑やかみたいなやつですよ。これがくせ者なんですよ。さっき言ったみたいに、はい、これがセンテラス天文館。あ、渡ろう。ちょっとね、画面が揺れますよ。走りますからね。よし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 。生々。これがね、ガチ。はい、これがね、センテラス天文館のね、メーンの呼び物。そうですよ。その
お客さんに、要するにここで、いっぱい集まってもらって、なんで、夜このセンテラス天文館の中に入っていただこうってあれなんでしょうね。ちょっとね、このあれではね、暗く見えるかもしれないけどね、映像的に暗く見えない、見えるかもしれない。あ、ここ、ちょっとこっち。本当はこういうね、あの動画をねアップしたくないないけどね、現状ですからね、現状ですよ。さっきね、なんで私がこう今日歩き撮りをしようかと思ったのはですね、無邪気っていうのがあのもう有名な、全国的に有名なあの白熊で有名なんですけどね、わかります？さっきのほら縦から見た時はいっぱいこう人がいらっしゃるみたいだったんですけど、歩いてみるとこうでしょう、間がスカスカでしょう、ここなんですよね。それとその店にいらっしゃる方で、ここに行列ができてるのはね、宝楽饅頭、ここは結構多いですよ。ここは宝楽まんじゅう屋さんを、これが現状ですよ。ほら、あのたくさんいらっしゃるようで、あの実際行ってみるといないっていう、お客さんは中はスカスカってます。でさっきね、ちょうどね、私が横を車で通ってパッと見た時はですね、たまたまでしょうね、本当ね、一人もいなかった。でも日曜日にこれぐらいの人だかりだと、今ね4時29分、ほらこれぐらい、今の客待ちが3人ということですね。こういうのが実情なんですよ。でね、一旦ここであれでしょうかな、一旦はね、ここまっすぐ来たということですね。あ、ちょうど無邪気の方、人がちょっと並んでる無邪気の方をこう映してあれしましょうかね。はい、こういう感じですね。はい、とりあえずこの動画はこの辺りでお開きです。ありがとうございました。